はい、皆さんこんにちは、マンダリキルビッシュです。では今回はハーツオブアイアン4ガンダム一年戦争元続きをプレイしていきたいと思います。前回ですね、地球上での戦いで重点的な攻略目標としてオーストラリア、それとアメリカ大陸、フロリダ、この攻略を進めてきました。順調に進んでいます。でフロリダの方で戦っていた軍をですね、このガルシアの部隊を苦戦しているこのオデッサ方面、ヨーロッパ方面に転戦させるべく移動中です。さらにエース部隊シャーもね、ついにオデッサ戦に投入しようと思ってます。でオデッサに投入するモビルスーツのエース部隊なんですけども、まあ、シャー3連星、ランバラル、ガトー、松永、そしてジョニー・ライデンといるんですが、このうちジョニー・ライデンを除くエース部隊は、すべてオデッサ戦に投入します。で、シャーとかで、3連星とかには優先的に、モビルスーツを配備してあるという状況ですね。で、ジョニー・ライデンだけですね、エジプト方面に向かってもらっています。これで、オデッサのね、劣勢を覆そうという作戦です。であとですね、さらに航空機部隊もですね、ちょっと足りていないところがあって、これも苦戦の要因になっているので、まあ、ガウ攻撃空母だったり、ドップだったりっていったものの一部をですね、オデッサの方に回す手はずを踏んであります。これでオデッサの方のね、まあ、攻防を優位に進めようという作戦です。オーストラリアの方は順調に攻略進んでまして、もうあと少しで、オーストラリア全大陸、これをジオンの勢力圏に収めることができるので、引き続きですね、これに関しては、ウォール中将にオーストラリア戦を任せようと思っています。で、あとはですね、司令官でトワニング入れてます。トワニング入れるとですね、ちょっと画面見づらいかもしれないんですが、陸軍の経験値、これがね、0.05、日ごとに増えていく。今は陸軍の経験値を増やして、師団の編成に幅を持たせたいので、これ欲しくて入れています。あとは師団の指揮統制率も、まあ、5番アップするっていうね、このボーナスを獲得していきたいと思います。海軍の方はまだまだ、水陸両用モビルスーツの数が足りてないので、特に動かしていませんが、ハワイに駐留中という状況です。では、今回は、オーストラリアの制圧と苦戦しているこのオデッサ戦の手こ入れ、この2つ重点的にやっていきましょう。では時間を進めていきます。で兵団の方なんですけども、まあ、今のところまだ余裕がある状況なんですが、マイナス、収支がマイナスになっているところ、赤くなっているところはですね、まあ、よくよく注意をして、数が足りなくなってくるようなところがあれば、優先的に作っていかなきゃいけないかなというふうに思っています。ではトリトン基地もね、攻略しています。やっぱモビルスーツがね、本当に強いんですよ。前回の動画でもご紹介したと思うんですけど、モビルスーツ、これのね、師団、対人攻撃力含めた戦闘力が、やっぱり単なる歩兵とか、まあ、戦車師団に比べて、まあ、単純に10倍ぐらい違いますね。モビルスーツ3機編成、まあ、モビルスーツ小隊だと思うんですけど、このモビルスーツの小隊ですら、歩兵10師団相当の力を有しているっていうね、相当強いですね。で、テコ入れした、オデッサ方面順調ですが、どうだろうな。オデッサはオデッサ。まあ、ヨーロッパと一口に言っても、今画面中央に映している、まあ、西側に関しては有利ですけど、右側はむしろ不利な状況が続いてるな。シャアの部隊とかを、少し、激戦区に送り込みましょう。モビルスーツのエース部隊の配置を少し変えます。できればこのアジアとね、ヨーロッパの戦線をつなげて、しまえばですね、まあ、部隊を前線だけに集中することができるので、まあ、オーストラリア攻略が終わって、で、オデッサの防衛がうまく進んでいくようであれば、このアジアとヨーロッパの戦線の境目ですね、ここに戦力を投入して、一気にここをつなげて、ジオンの勢力圏に収めて、前線に部隊を集中運用できるようにしたいと思います。で、グフ重装型、
これが新しくロールアウトできるんですが、まあ、グフ重装型あえて作らずですね、次すぐに108日後完成するこのドーム、さらにこれ50ボーナス使って半分にしちゃいましょう。1ヶ月後にドームが完成しますね。でジャイアントバズーカもそのタイミングで完成するので、ドームをね量産に乗せていきましょう。いやなかなか熱い展開になってきましたね。でモビルスーツのエース部隊は今不利になっているここ画面中央部ですね、ここに集中的に投入するように配置転換指示を出してあります。オーストラリアの方もうすぐ攻略完了です。はい、宇宙での戦況の変化が起きていますね。我々は宇宙でも戦っているということで、最近両軍の状況の変化に応じて宇宙でのパワーバランスに変化が生じている。国会では宇宙での戦いが変化、これは具体的に何が起きているのかな。ちょっと宇宙の方を見てみましょう。これが宇宙マップですね。今のところ宇宙マップで特に何か大きな変化が生じているようには見えないですが、宇宙にはですね、まあ、せっかく宇宙の画面をお見せしているので、まずですね、アーバーワーク、それとサイド3本国ですね。ここはギレン総帥が自ら指揮をとっていて、グラナダ、ここは、キシリア少将。そして、その他のね、中域、もちろん、ソロモンを含めた中域に関しては、ドズル中将が指揮をとっているという状態です。で、リボコロニーとグリーンノア、サイドセブンとかですね、このあたりは緑色になっていて中立。で、ルナ2だけ連邦というところになっていますね。で、あと、せっかくなんで政治の部分、ご紹介しておきたいと思います。まず、徴兵制は大規模徴兵制です。さらに、閉鎖経済。そして、総動員。で、徴兵可能人口補正がマイナス 10% 上がりますが、優勢。で、最後、可能性を認めるというところで、毎月の人的速度が上がるんですけど、ニュータイプの研究速度が 3% ボーナスが入るというところですね。で、兵器の設計はジオニック社採用してまして、ご覧のように、それぞれモビルスーツに対して走行と信頼性のボーナスがつくという内容になっています。まあ、これ、例えばですね、ジオニック社のライバル社であったツイマット社とかも選べます。で、ツイマット社にするとご覧のようにドムとかね、ギャンとかゴク、このあたりにボーナスがつくというところで、まあ、どっちを取るかというところなんですけど、今、主力はザクなので、ジオニック社を選んでいるという状態ですね。で、あとは、ズゴックだったり、水陸両用、あとはアーツアム、グラブロなんかにボーナスがつくものもあれば、アンガイ、ジュアンク、まあ、このあたりのね、水陸両用の偵察型モビルスーツにボーナスがつくようなものを用意されています。では、オーストラリアもうすぐ型がつきそうなので、オーストラリア最後まで見ていっちゃいましょう。すでにトリトン基地、これをね、ダッシュしてあります。トリトン基地はどうだろうな。GP01 と GP02 のね、まあ、強奪事件。ガトーが GP02 を強奪した事件の舞台になったのがこのトリトン基地になりますね。で、北京を制圧しているということで、オーストラリアから少し北京の方に目を移しましょう。北京の方は、まあ、このまま北上を続けられそうかな。で、ヨーロッパ戦線とアジア戦線もつながりそうですね。で、テコ入れを行った、ところなんですけど、やっぱり強いね。モビルスーツ部隊入れただけでこんなにも変わるか。苦戦してるところにモビルスーツを、まあ、重点配備するっていうやり方が勝利に一番近そうですね。シャアの部隊が入ったところでこれだけの優勢に変わってますからね。で、今、不利になっていたここ。この中域にランバラルを投入します。まあ、続々と、エース部隊がね、活躍を見せてくれているというところですかね。ガトーもちょっと激戦区に投入していきます。はい。では、オーストラリア全土
攻略完了しましたので、オーストラリア戦っていたところからですね、モビルスーツを引き抜いて、オデッサ戦の方に投入していきたいと思います。はい、ではオデッサの防衛戦の途中なんですけども、一旦今回はね、ここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。で、ちょうどアデンの攻略が完了しましたので、アデン、エジプトですね。エジプト戦線から部隊を引き抜けそうで、よって、このエジプトで戦ってた部隊、これの一部をですね、すかさず、オデッサ戦に投入していこうかなというふうに思います。で、注目しなきゃいけない兵団と、あと徴兵の状況なんですけども、まだね、モビルスーツとかに余裕があるので、編成自体はすぐにできるんですが、訓練がちょっと追いついてなくて、まだ師団を前線に出せないという状態ですね。なので、この後、確認をして、訓練スピードを速めるようなものがあればですね、それを採用して、どんどん兵を前に送っていければいいかなというふうに思っています。では今回はね、ここまでにさせていただいて、次回引き続きオデッサの防衛戦と、あとオーストラリア戦が終わったので、次はですね、先ほども話したようにアジアとヨーロッパの戦線をね、つなげて部隊を一気に前線に全部送り込むという作戦をね、考えていきたいと思います。